おっそら勇者。おにゃの子とお友持ちになりたい。彼女になってほしい。それを言うだけでも、それを言うだけでも、セクハラ、通報しましたか、ってなるこんな世の中じゃ。ぽいちゃん。ってことで、今回はツンゲーアプリを見つけたからな。想像彼女っていうスマホアプリだ。そう。この想像彼女は、別に、おにゃの子人間じゃなくてもよくねっていう逆転の発想だ。そう。散々怖い思いをするぐらいだったら、もう人間じゃなくていいんだ。そういうことになるんだ。それが、現代の答え。っていうわけで、行くよ。ボチュビアー、スタート。プシュ。喜んでるのか。喜んでるんだね。わかるわ。かわいい。かわいいよ。他の子も紹介していこう。すごい、この、なんか、こうやってイベントが始まるんだ、急に。しずちゃん、ブーンって言ってるよ。ブーン。どぞ。ジョジョ決めかな？あ、このイブって人は、あの、女神の石像兼ナビゲーターの人だ。主役のことを心の底からバカにしてる感じの人だ。え？ブーン。あ、女神が熱くて切れてんのね。すごいな、人んちにいるのにな。怒られた。ちらった。石膏なのにどっか行けるっていう、どういうことなんだ？あ、あれ、怒って走ってきてたってことね。かわいいっすな。この風の位置を調節する部分、セクシー。さあ、次のご紹介だ。目が離せないよ。君のことを見ていると、もう、釘付けで、他のことに、集中できない。あ！ぼっちだからな。ひきにいて。なんてこったいだ。マスター。マスターって呼ばしてる。熱いな。さあ、次のこと。ねえ、そろそろサイズ教えてくれてもいいよね。オラたちの仲だし。ねえ。ほら、ちょっと、あんまりこすってると、静電気だって、ほこりついちゃうぞ。次の子行こう。すごい角度だ。はっと、キンとキンだ。このフォーム。セクシー。この流線形の、あっと、こう、もこってなってる。コクピットのとこ。止まらない。抱きしめられたい。いや、抱きしめたい。いや、もはや、寝たい。そのまんま、ぐっすりだ。すやすやだ。ああ。新しい姿。羽毛なのか。それとも、なんか違う系の毛なのか。さあ、彼女の増やし方だ。あ、ちなみにこの下に映ってる、ほっほっって感じの白いやつが、主役の VR の中での姿だ。で、今日はね、もう10人中9人出してるからな。1個しか残ってないわ。たくましい？しっかり者の？優しい子？
かな。お、想像成功。ゴリラ。おにゃの子じゃなくてゴリラ。いや、わかんないよ。可愛いおにゃの子なのかもしんないよ。そう、目が腐ってるだけだわ、今。ただただゴリラに見えるだけだわ。ゴリラじゃん。たくましい女の子。ゴリラ語。確かに優しい目をしてる。つらい。さて、よーしよしよし、いいか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 ゴリキかな。喜んでんのか。よかった。アイテムでも上げてみようかな。寿司。喜んでんのかな。寿司食うゴリラ、寿司食うゴリラ、寿司食うゴリラ。まったく、ゴリラに興奮してしまうとはな。恐ろしいよ。でも、これでオラも彼女がいっぱいいるわけだ。幸せ。ちなみに、こんな風に戯れることもできるんだ。うん。ご機嫌っぽいよね。ヌコもいる。にゃ。ひょー。なかなか積極的だわね。あ、ちなみに、課金しちゃったわ。がっつり。うん。でもこの課金、こっちの2160円のやつ買うよりも、この、あれ。これトリプルセッツ。600円のやつ買った方がなんか、バンジーオッケーな感じなんだけど。このなでなでのゲージがアップするやつ2つと、このホームでの獲得 VP が2倍にアップ。うん。これだけでいいんじゃねえかって思うんだけど。あんま課金させる気ないかなっていう。で、ここら辺は VP と交換だからな。かわいいっすな。ふとんちゃん。日当たりいいとこなさそうだ。あ、ちなみにこの子なんだけど、鶏かな？ん？鳩か？あ、どっちだっけ？まあいいや、とにかく。鳥たんかわいいっすなって、めでてたら、進化したわ。うん。で、1回目は普通の鬼屋の子になって、2回目にこんな感じで、超進化するんだ。びっくりした。うん、鳥系女子。かわいいっす。かわいいっすなんだ。一個一個。一個一個。めっちゃエッチなゲームだった。ちなみに最初の頃は、羽触るとセクハラですよって怒られたんだけど。もう怒んねえよ。鳥、寝てる。まったく。かわいいっすな。ってことでどうしようかな。ジュースあげるよ。もう何も、アップしないんだけど。喜んでくれてよかったよ。おにゃの子にジュースがあげられるゲーム。素晴らしいよ。というわけで、